目白自動車小野でございます。42万1767キロ、ガスボンベの期限平成30年まであります。スーパーデラックス G パッケージの GXS10 エンジン6発の 1G エンジンの方の LPG の14年式でございます。大概この時代のはスーパーサルーンと言われているグレードなんですが、こちらスーパーデラックス G パッケージになっております。オットマンシートの方もこのようについております。空気清浄機といいますか、エアピュリも、ついております。清浄サドンです。エアコンももちろんしっかり冷えます。トヨタ系はこの辺強いですね、やはり。そして、このコンプレス、ダイナモとかですね、タイミングベルト、その辺もですね、もう22、3年にもうきっちりやってやるのが記載されております。もう個人タクシーの元々のものですので、その点もですね、安心かと思います。無事故、実装コアでございますね。3点ということで、まあ、ちょっと外装の方とかですね、内装の方のこのような、メーターの外した後ですね、この辺は、まあ、個人タクシーのお決まりといいますか、タクシーの中古のお決まりの部分でもありますが、その点はご理解いただければと思います。このようにメーターの、メーターじゃないですね、ナビの上のところにも穴があります。そしてナビがですね、作動しません。ナビディスクを読まず、ここのオープンボタンを押すと開きっぱなしになって、手でないと閉まらないです。手で閉まるんですけどね。で、まあちょっとパワーがありますので押してみましたら、ラジオの方は入ります。ラジオの方はですね、はい、ありがとう、スマートプライス。レッツもあれこれ込み込み、ぽっちり価格。 AM しか入らないですかね。ちょっと切り替えが認識しないようですが、走りの方はとても快適です。しっかりしてますね。フェンダーミラーの方もですね、非常に見やすくてですね、一度これを乗ると本当に見やすいというのがわかると思いますが、非常に安定しております。まあ、LPG のガスもですね、もうガスの漏れてる匂いもエンジンルームからもしませんでしたし、車検もそのまま通せるレベルではないかなと思います。まあ、業務用様で、お使いになられる需要の方が多いと思いますが、まあ、個人で乗ってもですね、全然いけると思います。まあ、部品もですね、やはりこのセダンタイプかなり数が出ておりますので、なかなかですね、困った時でも細かい部分で知れることもできるかと思います。もちろんですね、自社の方で手配することも可能ですね。はい、ということでございまして、ドアもですね、しっかり開きます。反応いいです。そしてこのヘッドレスト倒れるのもいいですよね。後ろの方が見やすくなるっていうんですかね。ちょっと今このようになりました。手品じゃないですからね、なります。はい、ということでございまして、大手オークション会場なんかの近くがちょっと見えたか見えないか分かりませんが、なかなかここまで安定している車両でですね、見つけるのは難しいものでございまして、数も少なくなっております。もう基本的には YXS10 4発エンジンの方が主流となっておる現代でございますが、やはりこの 1G のですね、芯から出る力強さ、安定感ですね、高速道路とかでもですね、やはり差が出てくるかなと思います。もちろんですね、街乗りでも全然パワーがですね、安定したパワーが出せますのでいいかと思います。ドライブにして信号待ちでもですね、エンジンのブレとかですね、ハンドルの振動も全然来てないですね。マウント系も安定しております。ぜひ、なんかナビがピッ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 って鳴りっぱなしになってるんですけど、これ何なんでしょうね。まあ、ナビはですね、まあ、ラジオ程度ということで、おまけとして考えていただければと思います。一応ですね、ナビロムありますが、ジャパンマップ6、2006っていうの書いてありますから、まあ、この頃の6年前ぐらいの地図ですので、ないところはないので、こちらは付け替えた方が安易かと思います。そして東京都の方は禁煙が厳しく、禁煙車両がメインになってますね。灰皿の方もなんかもうしばらく全然使ってなかったような感じで見えますね。まあ、釣ってはいると思いますけどもね、ロングのお客さんにはいいですよ、こっそり吸っちゃってとか言っちゃう人も多いので、そういう感じでございまして、非常にやはり、高級なスーパーデラックス G パッケージ、ぜひご検討くださいませ。目白自動車小野でございました。